はい、皆さんこんにちは。今日は2021年の1月の8日ですね。金曜日対案でございますね。まあなんか、いいことあるといいなっていうところですね。今日もね、シリーズ特急南紀号、今日は南陸編成をスタートさせていただきたいと思います。まず南紀1号でございます。桂川に久しぶりのね、あれです、貫通型の先頭車ですね。いつもね、いい貫通だったんですけども、ね、ちょっと新鮮に見えますね。それでね、飛騨5号を取りに来たんですけども、今日はね、飛騨古川からね、猪谷の間はね、大雪よりね、7号、11号、13号、飛騨ですね、これ高山駅に変更しておりますという風なんですけども、あとコメントにちょっといただきました。3号もね、やつでね、高山駅に変更してますよということでいただきました。本当にありがとうございます。そういう情報をいただけると非常に助かります。ありがとうございます。それでね、飛騨5号、飛騨古川行きの、まあ、立ち去るシーンですね。それを撮っていきました。それでね、続いて本来であればここにね、南紀の2号が入ってくるんですね。南紀2号が入って、それでね、回送で、車両区に出発なんですが、今日はね、なぜかね、快速三重が入ってきました。4路編成ですね。で、本来であればこの時にはこの快速三重入ってこないんです。というのはね、関西本線の上りが遅れておりまして、私が乗ってきた列車は良かったんですけど、その次の列車がね、30分ぐらい遅れてますね。まあ乱れております。上りのね、方が乱れておりますということで、下りは正常に動いておりますということですね。でね、私のね、乗ってきた4両編成の列車っていうのは、いつも北側の2両と2両ね、北側の方に引き上げてくるんですけども、ね、南側に残った方は10時45分の普通四日市になるんですが、9時45分の普通四日市になるんですけども、でその後ね、10時5分のね、快速亀山については南紀3号が発車する直前ですね、9時、まあ、58分ぐらいですかね、名古屋に到着した名古屋駅の普通電車が折り返し、10時5分の快速亀山になるんですけど、そうではなくって、私が乗ってきた電車のいつも北側のね、2両、北側へ引き上げるはずの2両が今回はとどまりまして、折り返しの、ね、快速の、ね、亀山になるということで、ね、臨機応変に、ね、もう JR 東海の方が対応してるということが、ね、垣間見えますね。すごいですね。それでね、本来ではこれ南紀2号かなと思われるんですけど、これ実は南紀3号なんですね。だから南紀3号が先に入ってきて、今日はね、南紀3号が定刻出発ということになります。もうね、ダイヤが乱れた時に私どもはね、まあ、撮影する側としてね、まあ、ちょっと珍しいものが撮れるからいいかなと思うんですけど、乗客の方とか JR 東海の方にととんでもない話があってね、まあ、そんなことで、ね、例えばね、喜びの規制を上げてきたりするとね、ちょっと、ね、怒られそうな感じがするもんですけどね、内心はね、まあ、大変そうだなと思いつつね、まあ、ちょっとね、だけど違うものが撮れて、まあ、よかったかなっていうふうには思ってしまうんですけど、ちょっとね、本当は気の毒な感じでございます。ただね、その時にね、やっぱどういうふうに対応するかっていうのはね、非常に大事だと思っておりますのでね、今回みたいにね、2号が入らず 3号を先に出発とかね、本来でも引き上げる列車を次の列車に使ったりとかね、やっぱり基本に対応していくことがね、大変だと思いますね。ですから JR 東海ね、の方々です。いいところにやってると思います。すごいですね。感謝しております。はい、これ南紀3号が出発しました。南紀3号が金勝浦に向けて出発しました。ということでね、次に入ってくるのが2号でございますね。これはね、本当に最近ね、ちょっとね、こういうことが多いです。はい。名古屋ロマンの列車、南紀2号が到着します。今ね、名古屋止まりの列車南紀2号が到着しますと、普通は9時41分に到着なので、この時間に来ることはないんですけど、ね、これがね、到着しますよということでございます。 The train terminating at this station, 南紀 No. 2 will soon arrive at track No. 12. 今言いましたね、南紀2号と。これが南紀2号ね、屋根下乗車位置表示器は2段目に10時13分4日1と表示のところ下でお待ちください。なんか正直南紀2号はどういう風に処理をするのかなというふうに思っておったんですけど、13番線も入りませんし、11番線にも、中央本線の列車がいるのが入りません。どうするのかなと思ったら、ね、3号を先に出発ということでね、ちょっといつもと違った対応でございます。それでね、見てください、もうね、シートがね、2号車、3号車、4号車誰も乗ってなかったもんですから、1号車だけで乗ってたのね、自由席の方だけですよね。で指定席に全部空だったもんですから、もうね、シートがね、あらかじめ180ね、くるっとね、反対向いて入ってきてました。これ4号でございます。4号でございます。4号もちょっとね、なんかわからないんですけど、やっぱりその遅れの影響でだったんですがね、遅れてきました。4号遅れてきてます。これはね、シートは変わっておりませんね。だからね、2号のシート誰が変えたんでしょう。車掌さんなんでしょうかね。車掌さんしかいないんですよね。それでね、これ見てください。12時58分に本来たら発車なんですけど、今ね、到着したばっかりです。58分に到着しておるものですから、今日はね、ちょっとね、ゆっくりの出発になります。お待たせしました。車内にお忘れ物はございませんよう、ご注意ください。車
はい、それでね、風南機がね、出発するんですけど、昨日と同様遅れているものですからね、信濃が先に入ってきておりますということでね、今日のね、信濃の並びがね、取れましたっていうことですね。昨日はね、貫通型でしたよ。今日はね、非貫通型で取れましたっていうことで、YW のね、車両がそうですね、信濃とね、南機が揃っておりますということでね。はい、これでね、動画の撮影は終了でございます。今日もね、最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。また明日もね、撮ってまいりますので、ね、ぜひともね、またね、ご覧ください。それでチャンネル登録がまだの方はぜひともね、チャンネル登録をお願いいたしたいと思います。それではまた明日会いましょう。それではさようなら。